ット、テイルズ・オブ・ジェビス実況プレイ、パート38やっていきましょう。さあ、ナタリアを助けるぞ、ということなんだが。はい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 。おいで。あ、これじゃない。こっち。これを当てる。当たらない。当たらない。当たらない。よし。行きましょう。よっしゃ。いいね。OK。手段を選んじゃいられないんだ。で、こうしている間に。鳴らす。はいはい。左側調べちゃうと話進んじゃって、取りに回収に戻るのめんどくさいんで、一旦右側どこだけチェックしていきます。はい、あそこに兵士突っ立ってるからね。あそこにいるってもう分かりやすいよね。おおおおお、あ、見つかった。シルバーガード、いいね。バイバーイ。おお、待て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 、バイバイ。貴族の音盤。自らを犠牲にする者たちを称え鼓舞する音色の音盤。ああ、何に使うんだろう。カーマインチャンバーね。何がいいかな。明治創価だもんね。使い道ピンとこねえな。とりあえず、あの連携しやすさに関わってくる部分は、なんか TP の消費を抑えるためのグラスチャンバーだったりとか、あとはそののけぞり時間とかに
ね、あの受け取り時間というか、まあ、吹き飛ばしの時間を長くしてコンボをつなげやすくするって意味だけども、コバルトチャンバーとかの方がね、つけるメリット多かったりするんだけどね。はい、入ってしまえばこっちのもんだ。アッシュじゃなくて悪かったな。誰もそんなこと言ってませんわ。イオン様、大丈夫ですか？怪我は？平気です。皆さんもわざわざ来てくださってありがとうございます。今回の軟禁事件に兄は関わっていましたか？バンの姿は見ていません。ただ六人将が僕を連れ出す許可を取ろうとしていました。モースは一周していましたが、セフィロトツリーを消すためにダート式封じを解かせようとしているんだわ。ってことは、いつまでもここにいたら総長たちがイオン様を連れ去りに来るってこと？そういうこった。さっさと逃げちまおうぜ。ひとまず町外れまでで大丈夫だろう。この後のことは逃げ切ってから決めればいい。なら第四石碑だっけ？あれがあった丘まで逃げようぜ。成り行き上ではありますけどね。これもローレライの導きなのでしょうか？そうですわね。ユリアのスコアに関わるもの、各国の重要な立場の人間、偶然ではないような気もいたしますわ。これもスコアに記されていたりするのかな。そうかもだね。それにしてもルーク、髪を切ったせいでしょうか？ずいぶん雰囲気が違いますわね。そうか。あなたなりにいろいろと思うところがあったのかもしれませんね。ま、今更という気もしますが。人の性格なんて一朝一夕には変わらないもんね。アニス、ジェイド、僕はあなたたちの言っていることに素直にうなずけませんね。ルークはもともととても優しかった。ただそれを表に出す方法をよく知らなかったのです。いいよ、これからの俺を見てもらえばいいんだからさ。そういうことね。さあ、こんなところでいつまでも立ち話は危険よ。行きましょう。うん。大英氏モース、本当に戦争を起こそうとしているなんて。ティア、その何？言いたいことがあるならはっきりと言った方がいいわよ。あのさ、俺前にお前のことをスパイなんじゃないかって疑ってたよな。え、ごめん。ルーク、お前本当はモースのスパイなんかじゃなかった。いいのよ、私が大英氏モースの部下なのは事実だから。そう思ってしまうのも無理ないわ。でも信じて、私はどんなことがあっても戦争だけは回避したいと思ってる。うん。お、入れるようになってる。アイテム回収。お寿司なね、レシピ読んだ程度でなんか寿司の作り方とかね、覚えましたって言っちゃったらさ、世の中の寿司職人さん泣いちゃうよ。まあね、形だけなら誰だって真似できますからね。
はて。ナタリアの装備。どうしようかな。ここまでいっか。ここで買い物しなかったな。買っとこう買っとこう。まあいくつかね、あのダンジョン内で手に入れられたから、ちょっと火を浮いたってのはありがてえな。帽子はいいかな。ぶっちゃけこっち買った方が強くない？金がねえ。今初めてまともに装備整えた気する。まで下手に手放さない方がいいぞこのゲームは。食材ってどこで売ってんだ。あれ、いなくなってる。あ、これか。労災が微妙に高いな。あ、いっか。
待てよ。なんかサブイベントなかったっけかな。邪魔。まあ後回しでもいいんだけどさ。何とか。はいはいはい。うん。じゃなかったっけかな。あ、違った。もうちょっとどこだったか。これ。オッケー。まああの義足の音盤も関連のアイテムだろうな。満足。先進みます。ん。追っては来ないみたいだな。公の場でイオン様を拉致するような真似はできないのだと思うわ。でもこの後どうしますか。戦争始まりそうでマジヤバだし。バチカルへ行っておじ上を止めればいいんじゃね。忘れたの。陛下にはモースの息がかかっているはずよ。敵の懐に飛び込むのは危険だわ。残念ですが、ティアの言う通りかもしれません。お父様はモースを信頼しています。私はセントビナーが崩落するという話も心配ですね。それならマルクトのピオニー陛下にお力をお借りしてはどうでしょう。あの方は戦いを望んでおりませんし、ルグニカに崩落の兆しがあるなら陛下の耳に何か届いているのでは。それでいいんじゃないですか。よし、じゃあ決まりだな。でもマルクトへ行くのに船はどうする。アッシュがタルタロスをダート港に残してくれました。まずは港へ向かいましょう。アッシュが。わかった、港は北西だったよな。行こうぜ。オッケー。米のイベントやんなきゃ。バチカル寄って米買って
ユリアシティに戻ってたな。マッシュのやつ、どうしてタルタロスを残しておいてくれたんだろう。私たちを気遣ってくれたのではなくて。どうでしょうね。タルタロスはマルクト戦績です。両国をまたいで使用するには不便だっただけなのかもしれませんよ。どっちにしろ助かったぜ。船がなくてここで立ち往生ってのはごめんだからな。マッシュか。あいつ今何をしてるんだろう。さてね、何かを企んでるのかもしれないぜ。ガイ、彼は私たちの味方ですわ。どうしてそのように敵視しますの。果たして味方と言い切っていいものでしょうか。まだ結論を出すには早すぎると思いますよ。うん、まあ、とりあえず船拾おう。おお、来るね来るね。サイド歩けば早いぜ。では行きますか。切り刻め。ターミラス。よいしょ。狂乱せず綺麗なお金をロックブレイク。オッケー、余裕だぜ。皇帝のいるグランコクモってここからだとどの辺になるんだ。確か北西だよ。ちょっと気になってたんだが、確かグランコクマは戦時中に要塞になるよな。港に入れるのか。よくご存知ですね。そうなんです。でも今はまだ開戦してませんよ。それはそうですが、キムラスカの攻撃を警戒して外部からの侵入経路は封鎖していると思います。ジェイドの名前を出せば平気なんじゃねえの。今は逆効果でしょ。アクゼルス消滅以来、行方不明の軍人が部下を全て死なせた挙句、何者かに拿捕されたはずの陸艦で登場。攻撃されてもおかしくない。どこかに接岸して陸から進んではどうでしょう。丸ごとホテルローバスはまだ工事中ですよね。あそこなら接岸できると思います。それしかなさそうですね。決まりですわね。ローテルローバスを目指しましょう。うわ、歩くんだ。やっぱカイロじゃグランコクマへはいけないな。だなあ。無理に突破しようとしてもタルタロスが持ちそうもない。タルタロスの機能を完全に使えれば突破は可能かもしれませんが、乗員が我々だけではそれも無理ですし、何より強行策に出る意味がありません。俺たちは喧嘩しに行くわけじゃねえもんな。それにタルタロスがお釈迦になっちまったらこの先不便だからな。その通りです。今の情勢で船を手配するのは難しいでしょう。タルタロスにはまだまだ働いてもらわなければ。クリフォトから打ち上げた時も結構無茶やっちまったし、これ以上タルタロスに負担をかけない方がいいよな。ルーク、打ち上げの時のこと分かるのか。おう、俺とアッシュはつながってる。あいつの目を通じて打ち上げの様子も見えたよ。だからよく覚えてる。うん、まあタルタロスだけじゃなくてみんなも結構疲れてるだろう。ともかく出発まではゆっくりしようぜ。そうだな。うん、はい、じゃあとりあえず今回はここまでにしておきます。じゃあね、とりあえず目的も決まりまして、次に向かうのはグランコクマということですかね。
はい。まあ、ちょっとその前にですね、ユリアシティの人に米どうにか手配してくんねえかなみたいなね米譲ってくんねえかなみたいなこと言われてたんで、バチカラによって米買ってそれ届けてから、グランコクマンに向けて進めていきたいと思います。ではティールズオブジェービス実況プレイのパート38、最後までご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てやるな。